はい、はい、あれですね、これか、芸能の神様である江ノ島神社で今後の太陽探検隊の発展をお祈りしてください。あそこのね中見世通りをこう、まあ、とことか歩いていきながら、うん、まあ、ちょっと楽しんでいければなと思いますので、そうですね、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。すごい、見て見て見て、江ノ島といったらね、そう、タコ船なんですよ、やっぱり、うん、ここは本当に有名で ね、もう その真ん前でタコ船を作ってくるのも見えるし、すごい有名なのでね、やっぱり並んでるんですけど、食べますか、食べようよ、食べますか、せっかく食べようかな、並びます、じゃあ並びすごい列、すごいよ、ここから並びましょうか。おお、ちょっと、おかしいことが起こった、なんかすごい、せんべいの、はい、嘘でしょ。してもいいんですか、逆に。やるじゃないですか。こうやって体験することって普通だってできないんですよ。できないんですよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。だって僕も22年ぐらいいますけど、一回もやらせてもらったことないです。ありがとうございます、本当に。皆さん、超楽しみ。やばいですよ、これ。機密情報ですかね。すみません、じゃあ改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあまずですね、あげます。うわすごい。200トンの鉄板が。200？あっち。これ電粉混ぜてます。はい、おわ。あ、結構たっぷり。で、電粉たっぷりつけていただいて、はいはい、でこれを3匹分。3匹も。これも3匹がタコ船の基本なんですか。そうですね。これを下げます。下げます。ここにハンドルがあるので、はい、ハンドルを回していただきます。うわ、タコ船の声するわ、タコ船の声がする。うわ、先生、やりすぎじゃないですか、先生。すごい。ちなみに、タコ船って1日でどんぐらい焼いてるんですか。1日だいたい1000枚ぐらい。1000枚1000枚1000枚3000匹タコ分そういうことだね。すごっ。で、この悲鳴が聞こえなくなったら、はいはい、蓋を開けます。はい、はい、ってなると、わー、あのタコ船ですよ。リフォームぐらい違うじゃないですか、ね、最初と。すごいわ。この端っこの方がですね、ちょっとはみ出てる部分が生なので、はいはいはい、これをハサミでカットします。切ってるんだ、わー。あ、その切るのと一緒になんかこう形もちょっと整えつつみたいな、わー、お。はいはい、来ました、そこのそのケース、これね、来ました。すごい。さあ、早速、はい、行こう。じゃあ僕からやらせていただきます。行こう。これもうこれ粉がついちゃってるんですけど、いいんじゃないですか。はい、でこれは、はい、大丈夫です。はい、行きます、はい。さあ、タコは何匹？タコ3だよね。はい、この後はまず1個を。いやいや、硬っ。え、これ、あ、これをですね、そうそう、はいはいはい、危ない、知ってた、危ない、知ってた、あ、なるほどね、知ってた、知ってた、動けねえ、そうそう、わざと決まってんだろ。たっぷりきますからね、たっぷり、こんぐらいでいいんじゃないかな。いいよ、もう自分のさじ加減でいってみよう。え、なんか綺麗にならないんですけど。いや、それは先生の技。先生すごいですね。先生すごい。はい、いこう、一匹目いきます。はい、ガチ、はい、早く、みんな待ってる、みんな待ってる、すっごい並んでる、みんな待ってるからね。そうよ。さあ、いいよ、いい、いい感じ、いけ、いい感じ、いきます。そしたら皮の字に寝かせました。はい、もう蓋閉めますよ、いきますよ。はい、はい、ザン。したらこれを閉めます。はい、で、くるくる回す、くるくる回す。わー、巻いてる、わー、巻いてる。こんぐらいかな。いや、もっと閉めてるんですよね、多分。はい、ちょっといいですか。回してる。オッケー、いいね、いいね。熱っ、やばい、やばいよね、ここやばい、やばいよね、マジで熱い。
いや、どうなってんだろうね。このタコの声を聞いて、もう声がなくなったなぐらいに開けていく。もう開けちゃいます。もうちょっと、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 まだかすかに泣いてるよ、うん、はい、開ける。うわー、すごい、わー、綺麗、綺麗よ。で、これで剥がす。じゃあ剥がしますか。剥がす、はい、はい、剥がします。剥がす、これ剥がしますよ。はい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 、はい、これも先生、外側から言ってたからね。ね、剥がし方。いや、熱い、熱いよね。やばい、髪違う、え、端を切る、端を切る、生の部分の端を切る。いきまーす。先出しないようにね、気をつけてね。熱い、はい、はい、すごい。そしたら最後、仕上げ。そしたら、これあれですよね、髪、これで仕上げだよ。熱い、はいはいはい、すごーい、できましたー、すごーい、おめでとう。やばい、もう食べていいですか、これ。いい、いや、あのね、うまいんだけど、うん、やっぱ先生が作るの違う。ほんと？うん、なんだろう、まだちょっとほんのり臭みっていうのかな、タコ感がある。そう、タコ感がまだちょっとある。ちょっと食べてみて。なんかね、味の盛り方が違うの。ほんとだね。そう、全然違う。じゃあ、行きますよん。さあ、次、大倉隆乃の挑戦です。大倉、行きましょう。頑張ります。もうね、手慣れた感じで、うん、僕の1回見てますからね。そうそうそう、含めて2回ですね。2回見てる。うわ、なんかタコも嬉しそうだわ。俺に作ってもらえて。踊ってます。踊ってる。タコ踊り。タコ踊りしてるわ。はい、いいですね。はいはい、よいしょ、はい、行っちゃうよ。はい、さあ、次行きましょうか。さあ、蓋を閉め、ガシャンと、はい、そしたらレバーを入れ込み、回してください。はい、あっち熱いですよ、気をつけてくださいね、気をつけてくださいね。もっといける、もっといける。よっしゃ、どうなってるか。ほーい、お、すごい。お、熱くないんですか、大原さん。まあね、まあね、熱い。じゃじゃーん、おめでとう、ありがとうございます。大倉作でございます。ありがとうございます。いや、本当、今日こういう日を迎えられてよかったです。皆さんのおかげで、こんなに大きな賞をいただきました。ありがとうございます。優勝した時じゃない。ありがとうございます。ありがとう、みんな、ね、だから食べてください。食べよう実際、はい、いただきます。食べてください。まあ、いった、大きな一口、どうですか。うまそれはうまい、おいしい、うまいよね。で、またこの汗の出てる感じがいい。あー、おいしい、おいしいね。なんかもう、あの、頑張って作りましたみたいなね、感じが出てていいですよね。生きててよかった。生きててよかった。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。貴重な体験ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫です。はい、今雨降ってますから、お参りしていこうかなと思います。いいですね。はい、まあ、やっぱり江ノ島といったら江ノ島神社ってとこありますからね。そうそう、だから雨なんで、うん、ちょっとエレベーター使って、エスカーですね。エスカー、エスカー、ほんとね、便利なのよ。便利、見てください、このね、クラゲたちが迎えてくれます。このエスカーはすごいですよね。綺麗なんですよ、すごく。なんか久しぶりに乗ったかも。ああ、久しぶりなんだ。もう俺もう毎回乗るきゃ。あ、そうなんだ。俺毎回の階段を。ああ、まあそれもいいよね、一生懸命登る。わかるすごい、こんな綺麗だったら毎回登るかも。綺麗、すごい、いいっすよね。これ綺麗だね。これ綺麗なんですよ。イエーイ、イエーイ。いやー、太陽探検隊、輝きを見つけました。輝きね、これね、ちょっとね、もしかしたらこれが太陽になるかもしれませんよね。そうなんですよね。しかもエスカーはいろんなところから降りれますからね。こちらはなんとクジラでございますよ。おいおい、俺天気の子なれるて。これすごいよ。すごい、ほら、イルカ。うわ、イルカだ、すごいわ。ほら、でけー。江ノ島こんなのあるんだ。そう、これがエスカーっていうの。これがエスカーです。
すごい。これは綺麗だ。感動するよね。あ、水族館にいるみたいな。タートルクラッシュ。本当だ。よう、みんな。元気にしてるか。さあ、みんな、到着。イエーイ。うわ、で、ここで、ここでの目的は、俺絶対にやりたいのは、おみくじを引く。あ、いいね。おみくじいいね。絶対やりたい。お祈りって人に伝えたら叶わないっていう迷信を僕は信じてるので、うん、皆さんには教えません。はい。小銭も。小銭？ねえ、お金ちょうだい。小銭ください。輪っかのある小銭ください。いっぱい種類があるんですけど、はいはいはい、どのおみくじにしますか？ちょっとまず開運のおみくじ。はい、開運ですね。恋のトンボ玉おみくじ。はい。江ノ島みくじ。はい。日本三大弁財天おみくじ。はい。500円しますよ、1回。俺これがいい。俺でもこれかな。あ、これ。もうだって江ノ島神社のおみくじなの。そうです。いっちゃうよ。いやいや、ガチャガチャちゃうね。違うか、うん、さあ、お、まだ開けないでね。僕ちなみにですね、もう1月1日1月1日じゃない、1月2日か3日とかにもう来てまして、うん、あ、はいはい、大吉引いてます。お、さあ、ここからどうなっているのか。いいですね。行きます。もうガチャガチャじゃないか。100円のガチャガチャなかなかない。行きます。もうこれはね、もう選ばない方がいいんですよって言って、言ってめっちゃ選んでるんですけど。これで、はい、来た。せーの。あー、開いた。はい、まずじゃあ、まず番号を見せるの、こういうの。あ、そうなんだ。第何番ですか？そうなんだ、27番です。27番。はい、僕は15番です。うい、やっぱついてるぜ、大吉。いいっすね。あ、いいじゃん。細かいところ読んでください。大吉。誠は天の道なり。うん。誠を思うは人の道なり。し誠にして動かざる者は未だ己あらざるなり。なるほどね。今のまま生きろだって。おお、なるほど。なんか気になる点あります？いいのありました。なくし者。なくし物出ないでしょう。人に渡るようです。むずいね。はい、はい、もうもっとになりました。お、学問。お、安心して勉強しなさい。なるほど、うんうん、勉強しなさいって言われてるからね。お、方向は東がすべていいって。へえ、こっちか。わかるの君？わからん。あー、なるほどね。でもいいかも。争い事は人に任せた方がいいって。なるほどね。願い事は初めは良くないですが、あとは必ず良くなります。おお、いいじゃないですか。必ずってついちゃってるからね。確かに来た。これはいいですね。ということで僕は大吉でした。はい、じゃあ次僕いきます。僕はこれでした。バーン、末吉です。おお、いいよ。まあけど、その大吉ってやっぱりもう常にトップじゃない、下がありますから。だからこういうのは中間がいいんですよ。伸びしろしかない。はい、心配事もなくなり、以前のままに真面目に働けば幸福になります。そんなまっすぐ書かれてんの？そこ、家の中も楽しくなりましょう。これはどういうことか僕にはよくわからないですけど、家の中も楽しくなりましょう。だからレイアウトとかなんか決めた方がいいんだよ、自分。ああ、そういうことね。あ、フィギュアをこうとか。じゃあ色塗ります、いっぱい。はい、じゃあ願い事でも読みますかね。他人と共に望むことがよく、わがままをしなければ叶うでしょう。他人と。他人？他人ね。握手強。強。まあわがまま言うなよ。はい。じゃあ僕も学問同じの。危ないです。全力を尽くしなさい。
おもろい。確かに危ないわ、うん、危ないです。なくし物はなくし物、うん、なくし物、近いところから出るでしょう。まずいです。まずいね。なんだろう、ね、近いところってまずいですね。髪の毛とかかな。近すぎない。近すぎるか、うん、あと何だろう。あ、方向は方向方向、北の方なら何をしても良いでしょう。おお、いいよ。え、大丈夫、ま、北と東ってだいぶだけど。そうだね、まあ方向方向なんけど、うん、北東、まあまあ、北東に行きましょうか。じゃあ、うん、北東に行こう、真ん中行こう。そしたらどっちもいい感じだから。争いごと、争いごと、勝つことは勝ちますが難があります。あー、だから、うん、俺がアロハに任せりゃいいんだ。俺人に任せた方がいい。なるほどね。だから勝てる人に、勝てる人にね、頼んだわ。 OK。 なんか言うわ。え、結ばなくていい。末吉、末吉結びますか。結ぼうか、傘持ってるから。結ぶ。あー、じゃあ結びますわ。これ大吉は財布の中入れてます。はははは。いいね、結び方が大胆だ。おれ、いいね。あ、よいしょ。 OK。 あ、よいしょ。 OK。 さあ、ということで第1よ。 OK、エマやろう。OK、エマやろう。そのままね、僕ここの実はエマ、うん、1個ありまして。お、何エピソードは。能登半島地震があったじゃないですか。はいはいはい。僕そのね、復旧を叶えるためにエマ描きました、これ。へえ、はい、素敵。ここにね、ちょうど並んでたんですけど、うん、ちゃんとね、気持ちはね添えて、すぐに復旧できるようにと。はい、太陽探検隊。さあ、はい、こんにちは、はい、さあ、絵馬描きました、はい、どうですか。いや、うますぎな。お前、なわけないやろ。いやあのね、芸能で芸術やった方がいいと思うね。本当それ、うん、美術やった方がいい。どうですか、上手な立つと。いや天才でしょ。描きました。え、じゃあこっちも描きました、それ、まさか。はい。いや、もう全く一緒ですけど。ありがとう。もうちなみにこれアロハイメージ。あ、思います。さあ、行きましょう。はい、だから僕たち2人の思いは、うん、目標は常に一緒でいたい。そう、目線合わせて行動していこうということで、うん、こちら。はい、じゃあアロハさん、はい、読み上げてください。お願いします。はい、こちらです。バン、太陽探検隊が駅名になりますように。はい、太陽探検隊、現を自分にある大倉隆人と京都家坂本アロハ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、でも近いらしいですよ、うん、あ、そうなんですね。駅名になること、あ、もう直前ということなんですね。はい、なるほどなるほど。あの湘南新宿ラインのどこの間なんだろうな。あの戸塚と横浜の間に。ちょっと距離ですからね。そうそうそう、あそこね、結構ちょっと10分ぐらいあるんで、ありますね、そこの5分間隔ぐらいでいれば、いるらしいんで。はい、そうでしょう。皆さん、ぜひともチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。かけていきますか。いきますか。じゃあ、やっぱ目標は高いところにね、設定した方がいいということで。はい、よいしょ。素晴らしいなんかこれ遠くから歩いてきても多分分かるわ。ちょっと、どうすかどうすか。あ、いい目標やな。おかしい、うん、まあ、輝いて見えるんですね、っていう感じの輝きがある。あ、俺とアロハもこの恋結び描きゃよかったな。な、そうでしょ。え、ほんと恋結び描きたいの。パカとアロハって誰やよかったな。オッケー、ウェイコ。オッケー、ウェイコ。オッケー、指示来たんで。ごめんなさい、エマ、皆さん、ぜひ見に来てください。行きましょう。ありがとう。オッケー、ウェイコ。オッケー、ウェイコ。